フォース見つけて、はい、ほら、元気だじゃん。つって、ほらほら。で、ほら、ほら、ほら。ちょっと怖くても、ここに入るの、ここに入るの。これ、取れないと思う。そうそう、方向はそっち、方向はそっち。で、こっちに気持ちがなかったよね。こっちの手にね。それ分かりましたでしょ、はい、うん、気持ちがね、体にしかないの、怖くて。ほらほら、おー体に気持ちがあると怖いから、自分を守りたい要素になっちゃう。すごく自分を意識した。そうじゃなくて、ここに意識持ってくる。ほらほらほら、この状態でこういった方がこっちを信用する。つまり相手が来る力が向かってくる力で、これは痛いわけね。だけど僕が寄りかかる力をいっちゃうよ。そうですね、うん、本当だ。下から行く、下から、下から行く。ほら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 、うん、ここ変えダメでしょって通用させてなってて、ここをバーン。ディフェンスの保証ができてからやろうとしてるんで、ここでもう取っとくんですよ、これ。方向はそっちだと思いますね。傾いてんだけど、自分の体が傾いてんだけど、自分の体がすごく安定してることだよ。それを急いで傾いて打つとか、こそダメなんです。使ってる、使ってる。ああ、もうコース見つけてる。コース見つけてる。おお。方向はそっち。合わせてるから回しちゃうもん、ね。そうです、そうです。出すタイミングはここって決まってるの。あっ、もう。私のボール。手よりびっくりした。超える、超える、そういうことです。ただ自分にあっって言ってたらダメですよ。向こうに行かせるか。はい、じゃあ休憩しましょう。こうなってるんですよ。こうなってて、こうすればいい。